これからお話しするのは自然の岩を登る。トラッドクライミング。トラッドとは？トラディショナルつまり伝統的なクライミングスタイルになります。トラッドクライミングとはどんなものか、まずは動画をご覧ください。<る> <laughs> この自然の岩を傷つけない登り方はクリーンクライミングとも呼ばれています映像の2人はワールドクラスクライマーですこの2人が登っている動画はイギリス・フランスを中心に世界に配信されていますまるで海外のクライミングエリアのように見えたかもしれませんがここは宮城県石巻市にある金華山 という島になります私もクライミングが好きでクライミングの聖地アメリカヨセミテ国立公園でこのトラッドクライミングを体験していましたその時の経験が金華山に眠っていた宝物を見つけるヒントになりました次のキーワードは震災復興です2011年東日本大震災が起こりました 私は当時仙台に住んでおりましたので被害は少ない方でしたが電気がない水がないガスがないそんな非日常の中で息子がまだ小学6年生でしたので彼を安心させ笑わせることに集中しました私たちの生活が落ち着いてきて復興について改めて考えました「復興って何だろう?」探してみようと思いました それまでの仕事はやめて震源地に近い町で被災者の皆さんの聞き取り調査をいたしました皆さんもよくご存知だとは思いますが東日本大震災では悲しい出来事がたくさんありましたその一つ一つに耳を傾けましたそれから岩手・宮城・福島の仮設住宅を訪問する仕事を見つけ そこでも1年以上かけてそれぞれの地域の皆さんのお話をたくさん聞きましたそんな経験を重ねているうちに被災された方の時間とともに変わっていくものを感じ取れるようになっていました住むところや食べ物が行き渡るようになってからそれだけではない何か何かが足りないのではないかと物資を支援する活動の方は たくさんいらっしゃいましたので私はお金や物資を届ける以外のことをしようと決めました2013年金華山小金山神社の12年に一度の大きなお祭りのニュースがテレビでやっていましたそのテレビのニュースを見た時が活動を始めるきっかけの一つになりました金華山は東日本大震災の震源地に 一番近い島の一つです震災前までは3年お参りすれば一生お金に困らせまいと金運・貝運のご利益を求めて多くの参拝者が訪れていました島全体がの信仰の島ですしかし12年に一度のお祭りなのに大きなお祭りなのに復旧が 遅れていてていいい観光客が戻ってこないという内容のニュースでしたそのニュースを見た時が私の中でクライミングと震災復興が重なって金華山震災復興支援宝島プロジェクトの構想ができました金華山にはもう一つの表情があって島のほぼ中央に位置する金華山の山頂からは 太平洋の大海原が見渡せますこの山と海の美しい美しさを満喫できるトレッキングなど私たちを魅了するアウトドアフィールドでもありましたそして花崗岩からなる金華山にはクライミングに適した岩がたくさんありましたコバルト色の海真っ白な花崗岩 そのコントラストが眩しいシーサイドのボルダリングエリアです震災前はクライミング仲間と毎年ひっそりと登りに行っていましたクライマー仲間とクライミングに適した岩がたくさんある宝物がたくさんある島宝島と呼んでいましたこの美しいクライミングエリアを全国のクライマーに発信したら定期船がなくても お店がなくても、ちょっとぐらい不便でも、きっと来てくれる。クライマーがたくさん金華山に来てくれたら、復興の役に立てるのではないか。早速、仲間たちと金華山震災復興支援宝島プロジェクトを始めました。クライマーにとっても、地元の方にとっても宝島になりますように、 活動を始めて困ったたたことはたくさんありました困難にぶつかるたびにどうしてそんなにモチベーションが続くのとよく聞かれました。被災された方の気持ちに寄り添うために私は家にあるものを全て売ったり捨ててみようと試みたことがあります。津波で流された家があっても帰れないそういう話をたくさん聞いてきたからです。 自宅にある仏壇の父と母の位牌を前に私にはできませんでした。それよりも難しいことはなかったです。それと復旧もしていない現在のこの状態は見られたくない。地元の方のその言葉を聞いた時は頭を抱えました。まだ見られたくない。そのお気持ちも携えて活動を進めました。 この金華山のボルダリングエリアには全国からたくさんのクライマーが来てくれました。そして2014年、日本人で初めて世界のチャンピオンになったクライミング界のレジェンド、平山裕二さんが金華山に来てくれたことで活動は一気に広がりを見せました。2015年、日本のクライミングシーンを追うドキュメンタリーの撮影のため、 平山裕二さんが金華山を訪2016年そのドキュメンタリーの映像を見たワールドクラスクライマーのジェームス・ピアソンとキャロライン・シャバルディーニが金華山のトラッドエリアを開拓のため来日冒頭の映像はこの時のものです2017年世界中の岩場を紹介する本「クライミング・ビヨンド」がイギリスから発売されました 世界で39カ所のクライミングエリアが紹介されています日本では1カ所それが金華山です2018年フランスのプロクライマーもトラットの開拓に来てくれました彼らは映像とともに世界に金華山を紹介してくれました石巻市大鹿半島の突端に 五番書公園とというところがあります五番書公園からは金華山がきれいに見えます2人の男性が金華山を指さしてこう言っていました「金華山は世界的に有名なクライミングエリアなんだ」「地元の漁師さんがお客さんを案内しているところでした」それから私が金華山に渡る前にいつも買い物をしているお店の方 御年70歳を超えているおばあ様も私に教えてくれました。村上さん、知ってるかこれ、ボルダリング。金華さんはボルダリングで世界的に有名なんだってよ。地元のおばあ様からボルダリングという単語を聞いただけでも驚きです。驚きながら笑ってしまいました。それから、 活動中ずっと気になっていた言葉復旧していない現在の状態は見られたくないそんな困ったような表情だった彼女にも私はちょっと緊張しながらクライミングの動画をお見せしましたああ懐かしい昔はよく言ったんだよ世界中の人が金華山のことをきれいって言ってくれるなんてなんか嬉しいっちゃね 彼女のそのはにかんだ笑顔を見た時私たちの活動も復興のかけらを一つ積み重ねることができたと思いました見てほしかったのは哀れみを受ける故郷ではなく美しい故郷そんな故郷へのプライドを取り戻すことご清聴ありがとうございました